次の確率を求めよう言ってます。1番、2つのサイコロを言うたらもう中学校の頃にやったでしょ。2つのサイコロ投げるとき目の和が素数である確率な、まあ、とりあえず1番2つのサイコロ言うたらもうこれ書こう、うん、3つもこれやし、なんやったら2つのサイコロ3つのサイコロとか、2回サイコロ振るとかね、3回サイコロ振るとか言うたらもうこれ書いたいね。1,2,3,4,5,6 やろ。はい。で、目の和、和ってことはまあ足し算や。足し算が素数。一応これも線引っ張っておこう。一旦な。足し算して素数になるよ。素数ってのはあれな。1と自分でしか割れませんよ、みたいな数字や。1は含みませんからね。だからね。1は、だって1と自分っていうか、そもそも1が自分やからな。それでしか割れへんやんってなるから。1と自分でしか割れへん。例えば2とか。3とか4はな、2で割れちゃうからな、1と自分とあと2でも割れちゃうからあかんみたいなやつや。まあなんせ足し算して素数になるものを調べましょうねってことよ。まあまず1個目な、ここの11のとこ、1と1足したら2や。2は素数やろ、いけます。1と2足した場合は3や。3も素数です。1と3足したら4は素数じゃないです。1と4足したら5は素数。次は6やな。6はな、素数ちゃうな。2でも3でも割れてまうからちゃうわ。1たす6すると7です。これいけます。はい、次。2たす1は3。はい、素数。2たす2は4。素数ちゃう。2たす3は5。はい、5素数。次は6。素数ちゃう。7素数。次8。8素数ちゃう。はい、次。1と3足したら4。4素数ちゃうな。2と3で5。3と3で6。3と4で7。はい、7いけます。ね、8、9は、9は素数ちゃうな。だって1と9自身と、あと3でも割れてまうからな。もうなんとなく見えたんじゃないですか。こうなってるわ、みたいな。こうなってるわ、みたいな感じに見えるやん。ってことはもうここどうせ丸でしょ。5やし。ここもどうせ丸でしょ。3と4で7やし。ね。そのままずっと行って、まあ、ここは5と4は9やから無理やってんな、ここな。次、6と4は10ですね。10も素数ちゃうな。2も5も割れてまうねんから。はい。次、な、ここやろ。で5と6足したら11なんで、これいけますね。次ここやろ。ほんでからそのままこうちゃうか。全部だからこういう感じになってるわっていうのが見えれば、まあ、見つけるの早いですね。さあ、ということで全部で丸今何個書いたんですか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15個書いてるわ。っていうことなんで、36マスあるうちの、よいしょ。俺なんて言った15個って言うたやな、多分な。もう数えたのに15個よな、確か。合ってると思う。で、約分しましょう。両方とも3で割れるから、3が6、ここはな、12分の3を15。はい、ということで、確率は12分の5の確率で、素数、和が素数になるよ、みたいな話。はい、次2番。2番は3個のサイコロ投げてやろ。3枚のサイコロじゃ、サイコロちゃうか、ごめん。3枚の効果やな。コイン投げてってことです。まあもちろん、中学の頃にやってたこんなな、裏表みたいなことやってもいいんやけど、ね。もう、半分できてもうた、もう書いてもうたらええか、俺も。な。一応こうやってやってくれて全然かまへんよ、いう話や。はい、こうね。はい、終わってもうた。全部で、1,2,3,4,5,6,7,8 パターンあるわ。その8パターンのうちの、今回は何ですか？表が1枚、裏が2枚や。だから8パターンのうちの、表が1枚、裏が2枚の場所ってどこ？表が1枚、裏が2枚ってここか。このパターンやな。表、裏、裏のここのパターンと、裏、表、裏のこのパターンと、あと、裏、裏、表のこのパターンやろ。ってことで、全部で3パターンしかないわ。ほな、8分の3ちゃうか、いうお話。で、こんな感じかな。はい、ということでした。1番はそんなもんですね。終了や。はい、お疲れ様でした。